山くまチャンネル大山くま散歩小山さん、始まりました。いや、暑いね、本当に5月と思えない暑さだね。今日はね、横倉地区を散歩してるんだけど、散歩してたらさ、さすがに疲れて僕の体がひょうたんみたくなっちゃうよ。しかしお腹すいたね。ひょうたんって言いますか。こっちこっち見て見て、ひょうたん、ひょうたんといえば、日替わりランチもやってるよ。気になるね。ちょっと行ってみよう。いやー、くまさん、早速ちょっと席につけさせてもらいましたけど、すごいね、ランチなんかいろんな種類があるね。麺類から、丼物から、定食から、美味しそうだね。どうです、くまさん、なんか。なるほど、そうだね。僕も思った。チキンカツカレーでしょ。じゃあちょっと、チキンカツカレーを頼んでみよう。すみませーん。トマさん、何か決まったね。チキンカツカレー。はい、かしこまりました。こちらをお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、料理が来るまで、ちょっと待とう。そういえばうちらあれだよね、今までカレーやってなかったね。食べてこなかったね。いいよね、このさ、定食屋さんのカレーってさ、うまいよね。ね、お母さん来たよ。はい、お待たせしました。くまさん届きましたね。じゃあ早速試食させてもらおうか。小さいかゆーパワー。そうだよね、めちゃくちゃ美味しいね。わかる。なんか聞いたらこのチキンカツカレー、ライス抜きで夜頼む人が多くてレギュラーになったらしいよ。すごいね。じゃ残りは僕がいただきます。では残りは僕がいただきます。ヘルシーにね、ちょっと明日健康診断だから野菜からいただきます。うん、うまい。ごさん、ミニサイズのサラダってめちゃくちゃいいよね。ランチの時に出るのありがたいよね。僕もね、なかなか家だとね、野菜、生野菜食べる気がないからね、とっても美味しい。うん、じゃメインのカレーいただきます。うん、バターなのかな、甘みが、まあでも辛い、甘みが効いた後にしっかりね、このカレー特有の辛さが来るからね、すごい美味しいわ。なんかね、濃厚、なんだろう、この秘密教えてくれるかな、お店の人。バターというのもそのココナッツカレーのような甘さが最初に来る。でもね、最後の口当たりは辛いし、もう
定食屋さんのカレーって感じでね、めちゃくちゃ美味しい。ちょっとチキンも行ってみるね。チキンカツ行ってみたいと思います。うん、あ、すごいサクサクして美味しい。この、ね、野菜もねゴロゴロに切っててね、いいね。くまさんもめちゃくちゃ美味しいわ。お味噌汁カレーにてね、おいしいですけど、やっぱね定食屋さんのあれだよね、いいとこだよね。うん、優しい。何？ああ、なるほどね。気になるね。お店の人呼んでみようか。すいません、あのうちの小山くまさんが、はい、なんでひょうたんなのって聞いてます。お店の由来何ですか？困ったな困った私が生まれる前から始まったお店なんですけど、まあ、先代の父と母がお店の名前どうしようって言いながらオープンの時に、うん、父のお姉ちゃんのとこ行ったらひょうたんがすんごいなってたんですって、うん、素材で、うん、めっちゃ縁起いいじゃん、うん、でひょうたん。なるほどなるほど、なるほど。でも馴染みやすいよね、めちゃくちゃ言いやすいしね。ありがとうございます。あと、はい、めちゃくちゃこのカレーが美味しくて、なんかその最初食べた時になんかココナッツカレーとかバターカレーの甘さがあるんですけど、これなんか秘密ってくまさん聞きたいよね、この甘さの。そうですね、実はうちはラーメンのスープを入れて煮込んでます。なるほど、だからこの甘さがすごいあるんですね。あるんだと思います。定食屋さんのカレー美味しいのがね、お店いっぱいあるんだけどびっくりして最初ね、最初甘いんだけどしっかりその辛くてこのチキンもね食べ応えあって、ありがとうございます。いいよねこれ。なんかお店のメニューが人気になって夜も。そうなんですよ、おつまみでご飯なしにしてって言われてで今そうおつまみカレーで出してます。あれですね、夜は居酒屋さんもやってるんですよねはい、はい、夜に飲みに来たお客さんでもこのチキンカツカレーは食べれる。そうですね、くまさん、これはあれだね、お友達の小山口さんもこれ来れるね。なるほど、わかりました、はい、店員さんありがとうございます。大衆料理ひょうたんです。お昼はランチ、日帰りランチもやってます。20種類ぐらいありますかね。で夜は居酒屋として営業しております。よろしくお願いいたします。それだけ？なんでダメ？ダメ？なんか他何かある？なんか涼しくキャラ演じてません？まあ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 、あのテロップであの、あの、あの友達ですって言ってリスクの先輩ですって言ってもおすすめの料理は？おすすめの料理、お母さんの唐揚げ、 あとはジャンボ餃子、お母さんのもつ煮込み。なるほど、はい、全部頼んだことあるねそうだね、いつも頼んでくれてね、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、夜を、はい、居酒屋さんやってますんで、はい、まあ、もちろんさっきランチのボリュームもめちゃくちゃね、うん、お腹いっぱいいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれが、2枚目となるくまさん、実はね、これ見てください。そしてこちらの、実はくまさん、あの僕がパイロット版で来てるお店で1個買ってあるんですが、クマさんね読んでおかないんだよ。じゃあほら、いろいろ大人のね、大人のあったので、もう1枚のステッカーをね、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい濃い。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今のも使います。そんなあの、はい、おしとやかで編集なんてしないんでじゃあひょうたんさん、ありがとうございます。最後にですね、小山くまさんの特技を見ていただけたらと思います。はい、くまさん大丈夫かな。じゃあ行きましょう。ご唱和ください。開運パワー優しいお店でよかったくまさん、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。ひょうたんさん、ありがとうございました。